ネジアゴーもう何の練習もしてないよほんでリングに上がってねなるほどあるいはファンであるわ揃えてほしいのその喧嘩自慢最高ファイトクラブ対ヒロキチャンネルヒロキチャンネルの喧嘩自慢とのちょっとあれやろうかとこちらハッス信用が売りだ純度 100% ヒップホップバックこちらハッス信用が売りだ純度 100% ヒップホップバックはい、ということで、亀田史郎さんのジム来ました、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、今日は、武者修行してもらうということで、亀田流の、okay. 修行をちょっとお願いしますボクシングの練習初めて何回かはしたことあるんですけどあそう、はい、まあちょっと俺見るよ本当ですか来る前に俺見たから、試合のあ、ありがとうございます何が足りないと、まあ、あんなことやってたらもうパンチドラムになるからそうです、間違いないでもガードしとかなはい教えろお願いします OK、はい、楽しみお願いしますはいしまあいっぱい見てんねんけど選手もな、はい、でもやっぱヒロキに必要なものは、はい、やっぱり気持ちはあるんだけど、はい、ディフェンスが全くできてない、はい、な、はい、もう気持ちばっかり焦ってしまってるから K1 やったら3ラウンドやんか、はい、で3ラウンドっていうことはもうすぐ終わってしまうから、はい、だからもう気持ちばっかりでいってしまってるんだ、はい展開って作ることできてないからそうですね、うん、やっぱり 3ラウンドだろうが展開大事やから、はい、今まで通用したか知らんけど上に上がっていったらそれが通用しなくなってくる、はい、だからやっぱりその展開作り、うん、距離感、はい、全てそこが一番鍵やから、はい、それやっていこうお願いします兄さんちょっと教えるから、はい、あとちょっとだけ自分に注入して、はいうん、やったらいいと思うお願いしますこういう練習を常にな自分でどこで毎日やりや、はい、今日だけやったってあかんねんで、はい、今日は教えるで何個かは、はい、それをやるかやらんかは自分自身やで大体体重的に言ったら3キロぐらいやから3キロ、はい、で3分ちょっと入れて、はい、ほんでこうな全てこう全てこうな肘は常にまっすぐしとくなしんどなったら落ちてくるやん、はい、落ちやんようにとにかくテーブルに置くような感じ、はい、その状態でとにかく、まあ、リズムこういうリズム作っていて頭振るリズム、はい、ただこのままずっとこんなんするんじゃないの、はい、こういう感じで1回3分ちょっとやってる、はい、もう始まってるお結構重いやって肘が常に常にここな置くような一緒に動けあ動けあそうそう肘で頭こう振ったりして、はい、振るときはもうデコ意識してこう振る、うん、脇が広いからガード開くんよ、はい、脇は詰めて締めて締めた状態で肘を置くような状態で鏡見てシャドウってすると思うけどそんな足シャドウした方がいいよ何か持った方がはい、うん、もったいない時間が顎を締めて中間になった顎開いてくるから絶対にはいはい見て前見て、はい、動け動けそうはい動け動け、はい、動け動けはいナイスイジー、笑うなどうしてよおいイジー、上げろ、なるべく練習オーバーにするイジー、アゴーアイケ、まだお前が出るんじゃないか、アイケ、ほらほらほらはい、3人ではい、はいはいオッケー、いい顔でみる何がもう今いきなり歯言うてんねんやめろはいはい脇はいはいはいずっとしとけよずっと下げたらあかんや下げたらはい下げるなよ出た下げるなあご引いて下げるな下げるなはいはいあごオッケー集中や全然やってないの絶対にもう打たれてもいい気がするのよ、はい、顎締めて肘これでやっとくのよそれで相手見とくんよついつい打ちに行くんじゃないよ、はい、相手見られるのに見ないやん、はい、もう我慢する下下げたらより動く、はい、毎日最低リラックスすんのよ、はい、そういうディフェンス力がないんよすぐ口開けて打っていくんよこんなバーバーまっすぐ打たれるんよ相手おいしいよそんなことやったら落ち着いたら勝てんのよ、はい、だから下の人間って言ったら同じ打ち合いするから4回戦と一緒やからうわっガタガタどっちが勝つから当たったもの勝ちになってる、はい、ちょっと賢くやつが勝てんのよ、はい、おっつい水やなあ飲んでくださいやばいやろおいこんな今日は水飲むねんこれやばいやろお前それお前
ガード、脇締めて、デコ、そう。いい気がせ。形いいように、常にデコに当てとくんよ。そうなんです。そう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 。常にデコに当てとくんよ。当たってなかったら自分で分かるやんか。はい。人に言われんでも。はい。そうそうそう。そうそう。こういう動きもいるの。はい。はい。そう。体の回転で打つんよ。ほんで、その回転で打てたらいいよ。回転で打てたらいいよ。こういう風に打ってきたときは体振った方がいいよ。振った指先見たら振った方がいいよ。こう振って振って振って振ったときにこれでこっち変え打つのよ。あ、打たれたときほど振っていくんよ。はい。うん。振っていくんよ。ほんでそこで回転で打ってフックストレートで倒れるの。おっす。うん。はいはいはい。よし。ほれ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 。すごい。そこ我慢してくれ。はい。これ振ったか。これであかん。こう振って。そうっす。はい。これで見ろ。そう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 。回転でな。はい。回転で相手を見とくっていう。はい。これも俺が手作りで作ってやったやから、はい、回転ちょっとしていくね。首。よっしゃ。はい。こう持って。よっしゃ。はい。よし。軸ずれて回転してさ。なるべくまっすぐそう。はい。顔もつぶって。で回転できる人間それやってた。なんでどんな方は腹8で変えてぐーっとこう、そうそう、あれ、そうそう、ほんでまた横回転姿勢の覚えるの。これホームセンターで作ったらいいよ。はい。だんだん体って覚えてくるから、うん、いいよいいよ、うん、なんで回転だから最近にやる前にそういう準備運動して、なんでそれ終わったら、まあまあ、ね、入れ替えて、はい、さっきありしたけど、ほんでそれだと本番の戦い方の距離感とか、はい、作戦とか、はい、そんなのは後でやっていかない。それちょっとシャドウしてみてね。はい。体のシャドウしていつもとシャドウしてみて。どんな感じする？あ、でも回転します。うん？回転します。うん。さっきの脇締めて。脇締めて、はい、体の回転でフックストレート打てるか。うん。うん、回ってるよ。はい。そう、余韻で回ってるんで。ああ。今余韻や、余韻で回ってるだけやから、それを毎日毎日積み重ねで、はい、体で覚えていくから。はい。とにかく回転で打っていくんよ。ほんでまた回転で、うん、なんか攻撃はずっと攻撃やから、はい、だからある程度セット決めて、はい、1、2、3打ちのやったら3発打って、はい、ほんでそこからまたガードにすぐ持っていかない。1、2打ちのやったらすぐガードに次持っていく、はい、1、2、3打ったらすぐ持っていくっていう、うん、ずっと打ちっぱなしだと、はい、ガード相手、はい、そりゃそんな無理だよ、死ぬよ。あれも大体2ラウンドぐらいやった方がいいの、回転で、うん、毎日なやっていってそれ全然ちゃうっすよ、あれしたら。へぇー、どうなのか。回転しよう。これが多分体に体の覚えですね。これちょっと入れたらいいと思う。これだけ。はい。これだけだいたい3ラウンドぐらい。あっ。これ3兄弟にこればっかり作らしたから。実際できる。はい。はい、ここって入れて。はい。すべてお前はここ。はい。マイク体操の自分の親指を担当ってる。はい。知ってる？知ってます。うん、お前ここ。とりあえずここ。はい、あと。顎開いたからずっとこのままで、さっきの動きを進めるし、分かった。はい、縛られるんです。縛る変態ちゃうで。これ、船っすに縛り回される。縛り回されるんだよ。そこだけちゃんと言うとくれ。変態プレーちゃうで今。そこは練習やから。もちろん。あ、結構ガチガチに縛るんですね。お前ガチガチに引きやらんとやな。お前外れてくるやつ。確かに。で、それくさいか形から変わったかんぞ。はい。形は変わった状態で、とにかくデコから離れんと、はい、ね、体ってボディさんも打たれる。あ、ボディも打たれるんですか。じゃあこう、全部ね、こう打っていくから、こう打っていくから、とにかく動けって言うてるね、さっきの、はい、さっきのこの回転、この回転とかで、こうしたら次、膝つく、頭くぐれ、こうくぐ、そう、くぐって、下またこうくぐったりして、ほんでまたこう構えたりやったり、いろいろ動け、はい、ポイント、顎締めてデコくっつける、これだけの、お前このハートの間から見ろ。そこでちゃんと見ろ。腹突き出さんと形いいように、足をなし、はい、ジャブとか適当のフックとか、はい、軽く打っていったって、はい、最初やから。はい、スタート。
ひろき、形きちっとしよう。はい。うん、余計だけじゃない、打つんやから。ふなっしーの、その動きを見守って。ひざ使ったりとかないしや、ええよ。そう。バックして。そう、次の、こう来た時に、次、それでバックして、まで受けたりとか。考えなあかん。はい。ずっとそこでやってるやん。しっかりのダメ。そこでやって、そこでやって。よし、ちょっと待って、リング入る。要はもう全部このリングいっぱい使え。いつもリング使えへんから、はい、僕打つしかないから、リング使ったでしょ。はい、入れてください。よっしゃ、はい、よし、これゴングなったらいいの。え、俺こんな格好やってるな。よし、形ちゃんとせよ。はい、ラインでも見てな、打てるんやったら、はい、打てるなとか感じて、うん、はい、それやれ。よし、お、頑張れ。今から3ラウンド。よし、この足は綺麗な形で。はい、はい、そう、ナイス。ロープもお前な、お前な、ロープでもいいね。ロープでもお前こう逃げてたら全部怖いよ。はい、ロープでも自信あったら止まって、ロープ使ってる、こう使ってる、避けたらこうロープ使ってる、ツイヤバッグ使ってる、ちゃんと使うロープも。はい、うん、ロープの魔術師になるやろ。おっす、ロープの魔術師。うん、マジ師って言ってるやろ。マジ師。はい、合わせよ、合わせよ。はい、ストップ。はい、休憩。ロープギャグな、ここら、ここのところにそんな余裕でな、お前ここ座る気持ちで行ったり、ここ座る気持ちで、はい、ここ2段目座る気持ちで行くんよ。はい、うん、方向しちゃうんで、はい、で、お前アッパー打つよとか全部こう、こういや、こういやっていう、そうせんと見た目が攻撃されてるように思うから、はい、ちょっと落ち着かなくて、ハードパンチ、はい、ちょっとだけ、はい、ちょっと強めに入れよう、はい、ちょっとだけ入れていこう、なんかチュン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 とかと、パンって入れていったって、多分ジャンプパンプ立てたらいいから、いいよ、さっきよりちょっとハードパンチ、いいよ、ね、よし、落ち着け、そこ、あ、今の突っ込み方悪いな、いいよ、脇いいよ、脇いいよ、いい味方してるよ、ナイス、ラスト、ラスト10秒、ほら、おっと、おっと、頭、頭、おい、OK、よし、出ろ。おいしょ、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 はい、足、振った、振った、振った、おいよ、ナイス、片付きれるぜよ、おいし、オッケーオッケー、で、顎を見て振ったらな、よし、今のでもそう、はい、こういったやろ、おし、全て顎を見たら顎守れるんだよ、はい、こういったら守られるんだよ、おし、で、こう、全て自分の顎のとこ打っていくんだよ、ここで自分の顎を打ってるようになるんだよ。で、船乗って、はい、止まって、待って、これ、突っ込まんと、すべてここの絶対ここ痛いなるから、はい、最初ここ切れそうなんだよ、これ、切れそうなんだよ、一回落ちたらもう上がらないから、なぜか取ることで、つま先で、こんなことよくあるから、この上戦って、この上戦って、戦いビンパンチがするもんね、危ないと思ったらいいから、はい、で、ビロッチ、はい、さっきの形や、何してんねん、違う、何してんねん、ちゃいます、何してんねん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 、ちゃんと構えろ、ほら、はい、はい、はい、言うてやるし、どこ見てねん、ええやん、ちょっと待ってください、オッケーです、はい、はい、何してんねん、押さえてやろ、押せへんやん、全然だから下半身が使えてない、ほら膝ちゃうやろ、あ、なるほど、だから下半身何もしてないよ、もう何の練習もしてないよ、ほんでリングに上がってね、なるほど、あれ本気やろ、ヒロ君初めて補正褒められましたね、あ、僕またタップ、そう、あ、えぇ、お前プルプルなる、プルプルなるて、あれ、いけいけ、ほら、ここで、ここで、こう、こう、ほら、お前、お前、こうや、こうや、こうやって、こうやって、わかりました、ここで、わかりました、どうした、はい、いけ、はい、降りろ、一回降りろ、ほんで、ちょっと、まあ、できてないと思うけど、一回、はい、ちょっ、落ちたあかんようなイメージで打つよ、はい、はい、腰だけ回せねえだろ、はい、回せる、まだ打ててないからあれやけど、ある程度打てるようになったら下で軸が定まるよな、はい、しっかりとな、流れとったんよ、はい、空手行っとったから、
うわ、すっごいやばい。やばい。巻き締めて、こっから言うた通り体の回転で今のパンチ一生目のはい、おー、ナイスや、回転やろ、ぐっしゃん回転やろ、んでここで1点で最後はここを落とすな、回して落とすな、ドーンと落としたな、ダーンと落としたな、そうしたね、そう、ナイス、そう全部だからここだけ当てんのよ、はい、ここだけで、はい、ここ当てなあかんねん、はい、この後が全面当てたかいんや、はい、ここだけやから当てんのよ、分かった、はい、ここだけここ全部くっちゃ落とすんねん、そう何しろ今当たってるやん、お前拳それはあとつい怖いのが拳潰れんねん、はい、鍛えとかなあかんねん、はい、拳も全然変わった、なんか違うっすね、全然違う、そんな全然変わったって誰や思ってんの確かに誰や思ってんの俺はお前次帰ってもやってもらいたいから、はい、やってもらえるようにこんなんできるようにやってるわけよ、はい、ただジム全然できるもんな、確かにジム行ってな、サンドバッグ行ってな、ミット持ってもらってな、マスしてな、はい、そんなんするだけしかしてないんだ、してないですね、もう基礎ができてないんだ、はい、分かるやろ、はい、要それでやってると思うよそれじゃ手首とかも弱いやな、弱いです、こっちか、これやるやつ、はい、これ全部ホームセンターこれをここ握ってこんなんしたかんで、こんなんしたかんで、それ楽しいだけですもんね、そう、はい、今自分鍛えてんねんから、はい、この手首の動きだけで、これ見てだけど、これで思いっきり自分でなるべくならこの時点で叩く、叩いてんねんこれ、はい、こんなことしたら意味ないのよ、手首今鍛えてるから手首でここで200回、はい、それを自分しんどなったから言うて自分と戦うやけど、はい、自分しんどなったからで、はい、こんなしたも意味ないの、20回ほんでこっち200回ほんでこっち200回、はい、ほんでまたこっち200回400回400回すんねん、毎日やれやってみ、手首のこの縦の動きやぞ、縦の動きやぞ、早く叩け、いけ、はい、自分で計算して、いけ、YouTube だけ大丈夫修行する、これ修行やろ、もっと手首早く出ろ、手首縦の動け、もっと、うん、こう縦の動けって言ってんね、はい、こうはい、ごめんなさい、はい、すいません、はい、すいませんもうねこういう、ここのリズムぐらいですか、もっと早くガン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 、もう太鼓叩け、太鼓叩けみたいにボンボンボン叩け、俺はプラスチックどうやろ、プラスチックもっと早くせな、遅すぎるわ、ちょっと今のめっちゃ硬い子だけやろ、今そうです、もうほんまやったらもう全部終わってるぐらいや、そんな早いですか、うん、遅いな、ちょっとフラッシュやったやつ、手紙したってやつ、はい、これぐらいやって、はい、OK、 これぐらい、はい、いけ、短い持ち方が長く持って一番センターまで、ちょっとそういうズルするな、OK です、まあまあ今日はそんで言えば、はい、もう400回やってる、200回200回やから、本来はもう400回やる、はい、今日では無理やけど、それをずっと続けて3ヶ月ぐらい続けたらもう手首って強くなってるからな、大体、はい、3ヶ月で変わるから体は、はい、うん、そんな地味なことをやらんと強くならんの、はい、ほんであとな、腕立てっていうのは握力弱いの、弱いの、ほな指立てでやってみ、自然な握力つくから、お指立て一回してみ、これで指立て、ちょっと今あかんのか、ほんなあかんもん、やめとけ、無理すんな、ほんなそれを治ったらそれやってみ、ほんなら握力つくから、はい、指を鍛えて握力つくの、はい、20回の3セット、20回3セット、そうそう、これでいいよ、もう最初は
これでまっすぐ1、こう構えだろ、1、まっすぐ、まっすぐや、縦剣で、縦剣で、ね、これも まずジャブから、まあ、縦剣で1、縦剣でまっすぐこのままで、全部このまままっすぐ、全部縦剣やろ、はい、こんなしてないの、はい、全部まっすぐ、まっすぐだよ、はい、体覚えて、まっすぐ構えて、よしよし、行こう、まっすぐ長く、そう絶対脇開けたらあかんで、はい、こっち向いたら絶対あかんで、はい、うん、肘は絶対回した、あーしんどい、これうるさい、ごめんなさい映像で見たらな、何してないっつって言われるんだよ、これやっぱやったらしんどいよ確かにまだ1分経ってないよ、ごめんなさい、頑張、お前あれみんなあれ5キロでやねんで、これ3キロやで、これ姫でもこれすんねん、マジっすか、うん、姫でもこれ3分すんねん、ずっと負けてるやんけ姫にマジっすか、笑われるで、笑われてましたね、もう現に笑ってるよ親指離れてしまってないけど、何してる、情けないな、もう休憩してないけ、はい、交代、反対、ん、違う、じゃあ、出たり、何だよ、え、違う、2人がやけど、何だよ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 、ちょっと気持ち悪かったから、何だよ、マジ一生懸命、よし、できや、一生懸命しとんの、気持ち悪いよ、なんか右になったり左になったりしてたから、どうなってんだよ、俺も毎日できることやから、確かにもうやったほうがいいよ、ラスト15秒、頑張ろう、そこを引き返して、はい、はい、オッケー、よっしゃ、いいよ、はい、置いて、ありがとうございます、それだけでもかなり変わってくるよ、はい、これはめちゃくちゃいい動画です、そうですね、うん、肩パンパンこれでパンパン、肩とふくらはぎがパンパン、これ続けて続けて、まあ、下半身強化で、あとそのガード、はい、このガード絶対大事だから、今の感じでガード、はい、で手首、はい、鍛える握力と、そう、それともうそれでいいと思う、はい、それを1ヶ月間バーンって続けて、でからビット持ったりサンドバッグに言い聞かせて、はい、ちゃんと脇締めて打ったりとか、はい、ちょっと誰かと対面して、対面して、はい、ちょっと気合い蹴ってるか、蹴りにつなげれるかとか、はい、うん、どうしてできるかとか、そうしてやっていったらどう、やっていきます。オッケー。また練習見てください。そうそう。またできたらまた次のまた課題な。はい。次またやろう。はい。ちょっとずつやっていかんと。進化編です。そうですね。はい。わかった。はい。お願いします。そんな感じでいい。はい。ありがとうございます。オッケー。ほんなら次、はい、こっちの、まあ、チャンネルか。あ、はい。そうですね。コラボな。コラボやから。はい、まあ次俺とこは2期生やってるから。2期生とか。今2期生ですか。2期生。はい。2期生と今ちょっと募集かけてスパーリングやろう。あ、一期生の時になったら、まあ、募集してるスパーリング、そう、喧嘩自慢っていう、ね、はい、喧嘩自慢っていう、でも、ひろきのチャンネル見たらやってたよ、喧嘩自慢、あ、喧嘩自慢やってます、だから揃えてほしいのよ、その喧嘩自慢、あ、全え、めっちゃありがたくない、ぜひ、最高ファイトクラブ対ひろきチャンネルの喧嘩自慢、ひろきチャンネルの喧嘩自慢とのちょっとあれやろうかって、ぜひ、めっちゃ面白いやん、面白そう、どっちにしたって俺らもその選手っているから、はい、対戦相手が、はい、ちょうどいいやんか、俺やん、めちゃくちゃいい、だから俺とこも体重合うかいいか分からんから、はい、結構大きかったやん、そうですね、うん、ある程度それ合わし合いして、はい、ちょっと揃える人数揃えてきて、何人ぐらいですか、俺とこが大体おんのがまあ11人おんねんけど、軽量級が結構おんの5人がところあるから、そこら体重やり持ち やり合いして、はい、うん、まあ、決めてやる、何人やる、うん、これちょっとやりたいですね、ちゃんと面白そう、それやろうよ、お願いします、な、いいコラボです、よっしゃ、OK、はい、ということで皆さん、ちょっと最高ファイトクラブ対ひろきチームの喧嘩自慢、喧嘩自慢、交互期待ですね、交互期待してください、よっしゃ、オッケー、ありがとうございます、オッケー、よっしゃ、ありがとう、ありがとうございました。